どうもこんにちは、カノです。まあ、今回、また妙なところから、まあ、南国に来てちょっとね、まあ、動画を撮っているんですけども、ちょっとね、今日焼けをしたのかわかんないです。顔がちょっとこうビサイドに似たんで赤くなっているんですけども、まあそんなこと気にせずにね、お話していこうと思うんですけども、で今回ね、まあかなり多くの方から、まあ、最近聞かれる質問でね、どうやったらそのビジネスが上手くなるっていう質問おかしいんですけど、僕がね、ビジネスが上手いか上手くないかは別として、どうやったらね、そのなんていうのかな、その、まあ、要はビジネスをマスターできるのかなっていう、要はお金を稼いでいくことができるのかなっていう話をね、かなりこう、まあ、聞かれるというかね、メールで、なんかその具体的な方法を教えてくださいっていうよりも、その何をね、具体的にしていけばいいかわからないっていう話をね、結構されるというかね、まあいただくんで、今回ね、それについて、ね、お話していこうと思います。そう。で、まあちょっとね、本当にちょっと顔が赤いですね、赤くなってるんですけども、でね、まあ具体的に、どういうことかというと、その僕自身もそのずっとビジネスを自分で始めてみて思ったし、僕自身以上にその僕がやっぱりいろんなメンターって言われる、その自分がね、尊敬する方だったりとか、その教えを受けてる方たちですよねっていう人たちと会っていて思ったのが、そのビジネスを自分でする前とかっていうのはね、なんかビジネスって結局なんかライフスタイルとか、例えば自分がライフスタイルを維持るためにやるものだったりとか、何か幸せなね、家族を手に入れて、その人たちを幸せにするためにビジネスを立ち上げてね、時間的な自由、お金的な自由をね、手に入れるためにやるのかなっていうふうに思っていたんですけども、でそういう目的でね、みんなやってるのかと思ったんですけども、もちろんね、そういう目的でね、やってる人もいるんですけども、僕自身も気づいたんですけど、そのビジネス自体を楽しんでいる人っていうの結構多いんだなってことに気づいたんですよね。でもちろん要は何かっていうと、例えばもちろん家族を大切にしたりとかね、そうやってお金と時間を手に入れてね、それをうまく使ってね、他のことをやりながらっていう人も多いんですけど、なぜね、でもそのビジネスをリタイアしない人が多いのかなっていうことを考えても、お金をだから稼いでもね、で見て思ったのが、そのビジネス自体がね、楽しいっていうのがあると思うんですよね。でこれは僕自身もそうだし、僕がそのさっき言ったメンターさんですよね、メンターさんと話していて気づいたのが、みんな楽しんでるんですよね。そうで、どういうことかというと、これはね、やったことある方しか分からないと思うんですけども、一度ね、体感してみて分かると思うんですけども、例えばあなたがね、山登りが大好きで、なんかそういう感じだと思うんですよね。本当に自分で山を決めますよね。ビジネスとかも全部そうなんですけども、自分でまず登りたい山を決めてね、そしてそこの、その頂上に行くまでのプロセスを楽しんでるっていう感じなんですよね。ビジネスで言ったら、具体的に自分でアイデアを出してね、そのリサーチをして、その広告を出してね、リスクを取って広告を出して、そこからね、お客さん集めて、そしてセールスを仕掛けていくっていう、その流れですよね。それ自体をね、もう楽しんでいるっていう人が非常に多いのかなっていうふうに思ったんですよね。だから今回どこのね、こういう、まあ、ニッチマーケティングが、マーケットがあって、そこにどういうふうに仕掛けていくといいのかとかっていう話をね、してる時が、すごく楽しそうなんですよね。で、実際やっぱそういうのをしてるとね、楽しいって言っていて、その対価として結局ね、役に立ってしまうから、多くの人のね、役に立ってね、人生が変わったりするから、その対価としてね、お金っていうものが入ってくるんですけども、だから、本当にそういう感じなんですよね。そう。で、やっぱり僕自身もやっぱりこうビジネスをしてる時っていうのは、自分自身が磨かれている感じがするしね、何かそれによって、何らかしらのね、こう、僕がこう得たいっていうよりも、何らかしらこう、提供していくと、なんか反応っていうかね、その、まあ、何かこう面白いエネルギーレベルでの、ね、変換が起きていくから、そういうものが僕は面白いなっていうふうに本当に思っていて、っていうことで、まあ、やってるんですけども、そうだから具体的に何が大事かっていうとね、そのやってること自体をね、楽しめないとダメだと思うんですよね。そうで、やっぱり目的があってそこに向かっていくっていうやり方もね、もちろん間違いではないと思うんですけど、そのプロセス自体もね、実は楽しめるようにする、今楽しめてないんだったら楽しめるようにする努力も必要だし、まあ、あともうこれがもう一個大きいなと思うんですけど、その楽しく教えてくれる人ですよね、に出会うかっていうところも結構大事だと思うんですよね。で僕の例で言ったら、僕自身もビジネスをね、やっぱりスタートするときっていうのは、まあ、大学生の時から僕はセミナーとかをやって始めたんですけども、その時に出会ったやっぱりメンターさんっていうのがすごく面白い人だったんですよね。で、ビジネスをすごく面白く、分かりやすく教えてくれるから、僕の自分の潜在意識ですよね。潜在意識の中にビジネスイコールすごく面白くて多くの人の役に立つものなんだっていう、そういうセルフイメージが自分の中に入っちゃったんですよ、一番最初に。だからすごく感謝してるんですけども、例えばそれがね、自分がビジネスではなんかね、儲からなくて、なんか詐欺をしてね、なんか人にこう嫌われて、なんか本当友達も減っていくものなんだっていう、そういうイメージをね、最初に教えてもらった人からそういうのを植え付けられて持っていったら、そうなっちゃうんですよね。そうだから本当にそういうね、刷り込みとかイメージとかって、まあちょっと今回のこの動画セミナーでお話できないんですけど、かなり深い内容だからね、
かなりこう深いんで、ぜひこれを見てるあなたもね、うん、そのなんていうのかな、自分のね、その刷り込み、ビジネスに対する刷り込みっていうものを本当に楽しく教えてくれる人にしてほしいんですよね、絶対。でこれ本当に大事で、例えば最初にね出会った人がお金を自分に稼がせてくれなかったとしますよね。したらお金が自分に稼げないんじゃないかっていうトラウマとか刷り込みが残ってしまうんですよね。でしかもつまらない、だからビジネスはやらない方がいいっていう決断になってしまって、諦めていってしまってる方っていうのも僕の周りにね何人もやっぱりいたんで、やっぱり何が大事かっていうと、そのビジネスっていうものを行為自体を楽しむ、そしてそれを分かりやすく教えてくれる人、この両方がすごく大事なんじゃないかなと思います。だから僕はやっぱりその2つがね、たまたま運が良くて、あれでね、だからビジネスって本当にすごく楽しいし、自分も進化できるしね、趣味みたいだし、そう、本当にそういう感覚なんですよね。だから結局ね、そういうことを考えてしまうから、お金っていうのは最終的にね自分の元に入ってきてしまうと思うんですけども、そう、だからそういうことだと思うんですよね、結局。だからぜひこれを見てるあなたもね、今日の話をまとめると、そのこれからビジネス始めようとしている、もしくは始めたいとかね、いろいろ見てる方あると思うんですけども、そのまずね、ビジネスっていうものが自分にとってどういうイメージを持っていて、ね、どういう考え方なのか、そしてそれをね誰から教えてもらうことができるのか、自分がね、でその人から教えてもらうことによって、本当にね、そのイメージって本当にすごく大きいんで、だから例えばちょっと一個例出すと、みかんをね幼少期の頃食べて、何かねこれみかんの皮でね、こう喉にボボボボみたいな感じになっちゃったら、もうみかんを見た人からもうみかんのところに近寄ろうとしないですね。それと同じなんですよ、ビジネスも。だから結局誰から教わるかっていうのはすごく大事になってくるから、それをね本当にぜひ意識していくといいんじゃないかなと思います。そうだから、これ見てる、もしねあなたが従業員だったりとかね、その会社員の方である場合はね、別にそれが悪いとかそういう話ではなくて、そのまずね自分のそのビジネスっていうのをもう一回ねしっかりやる、何かをやる前にそれを教えてくれる人をちゃんと見つけてね、分かりやすく教えてくれるのか、そしてその山をね楽しむことができるんだってことをね、まずしっかりね山登りですよね、認識してください。だから本当にただ山に登りたいのに、いきなりねワープしてなんかヘリコプターで行ってもあんまり面白くないですよね。それはそれでまた違った感動があると思うんですけど、それよりもやっぱり自分のね力で登っていく、それがやっぱりね一番人生の醍醐味なんじゃないかなってことを僕は思うわけなんで、まあこんな調子乗ったこと言ってますけども、帽子かぶってね、そうだからこれ見てるあなたもぜひね、そういうふうにやってより良いねライフスタイル、人生を送っていきたいと思います。今日はねとりあえずビジネス理論ということで、お届けしました。どうもねありがとうございます。